ここは西アフリカのガーナ。白色と紺色に塗り分けられた平屋の校舎には小さな窓が並んでいる。青空には白い雲。校舎の向こうに緑の山並みが覗いている。ダニエル、こっちこっち。僕はガーナの盲学校の生徒です。なんだよ、どうしたんだよ。いいからいいから。校舎内にはガーナ人の少年が二人。揃いの黄色いポロシャツに紺色のハーフパンツ。ダニエルは友達に腕をつかまれ戸惑いながらついていく。目の見えない僕がブラインドサッカーに出会った日、今も覚えています。グラウンドまで連れてこられたダニエル、目の前に垂直に立つ丸い棒を指でなぞる。あ、これはもしかしてサッカーのゴール？大きなゴールポストに驚くダニエル。それだけじゃないぜ。え？サッカーボールを受け取るダニエル。ボールを上下に振るたび音が出る。おお、ちゃんとしたブラインドサッカーのボール。なんでこんなものが？それは僕にもわからない。君たちが使うんだ。二人の後ろから青年が現れる。お、今日からブラインドサッカーのクラブを始めるぞ。アザースマ。青年をアザースマと呼ぶ少年たち。アザースマとは現地の言葉でエブリシングイズグッドという意味。日本から来た旗手先生はアザースマと呼ばれている。旗手先生はジャイカ海外協力隊としてガーナに派遣されました。うんうん、なかなかの出来だ。職人に説明すんの大変だったな。目を細めてゴールポストを撫でているアザースマ。アザースマ、さっき言ってたことは本当？ああ、本当だ。道具も揃ったし、今日から始めるぞ。笑顔で答えるアザースマ。残ったダニエルとアザースマ。ダニエルは肩を落として暗い顔をしている。どうしたダニエル、浮かない顔して。サッカーは嫌いか？サッカーは好きだよ。以前弱視の子たちとサッカーをした時に蹴ることすらできなかった。あの時みたいにまた嫌な思いをするんじゃないかな。思い出の中のダニエルの足はボールをかすりもしていない。ノープロブレム。アイマスクも作ってもらった。これでみんな条件は同じ、平等。用意されたアイマスクをつけて喜ぶダニエル。その代わりうまくできないのは自分のせいだ。障害の軽さ重さは関係ない。うん。ダニエルはぐっと口元を引き締める。次の日から必死に練習した。足を大きく振り上げるがバランスを崩して転ぶダニエル。やっぱり初めはうまくいかなかった。だけど練習を続けていくうちに少しずつ。お、蹴り出した足にボールが当たる。お、力強くまっすぐにボールを蹴るダニエル。ナイスワン。これが僕らの練習中の合言葉だ。それからしばらくしたある日。ブラインドサッカー？面白そうだね。グラウンドを眺める白髪の男性と子供をおんぶした女性。僕たちが毎日楽しそうにクラブ活動をしているからか、最近は学校の近所の人たちまで参加して一緒になってボールを追いかけています。はぁ、アイマスクを外すダニエルには玉の汗が光る。ちょっと休憩。しかしここの国の人たちはサッカー好きだよな。腕組みで見守るアザースマ。僕はとても幸運だよ。アザースマがダニエルに目を留める。日本には盲学校がたくさんあるでしょ？そうだね。ガーナには全国で5カ所しかない。
幸運にも数少ない盲学校に通えて、アザースマがサッカークラブを作ってくれて、毎日みんなで楽しくサッカーができて。アイマスクをした少年たちがボールを競り合っている。ありがとう。満面の笑みのダニエル。それが幸運なことではなく、いつか普通のことになるといいな。国中に盲学校がたくさんできて、たくさんの子供たちが通うことができて、それが当たり前になるってこと？なかなか難しいよな。うん、きっとできるよ。力のこもった表情で答えた後、グラウンドへ駆け出すダニエル。ボールを蹴ることすらままならなかった僕が、練習したらドリブルやシュートが普通に。ボールを操り、ディフェンスを抜くダニエルと、笑顔でその姿を応援するアザースマ。できるようになったんだから。勢いよくボールを蹴るダニエル。ナイスワン！青い空に合言葉が響く。